観光業などを支援する GoTo キャンペーンをめぐっては、野党が民間への委託費の上限3095億円が高すぎると追求しています。政府はこれまで事業全体の事務局を務める委託先を公募していましたが、範囲が多岐にわたることなどから、観光・飲食・イベントなど業務内容ごとの募集に変更する方向で最終調整に入りました。 公募の締め切りは今月8日としていますが見直しに伴い延期となりそうです。